街網等の小型ベイトがメインのこの時期にビッグベイトで釣るのは難しいでしょうかもし釣れるならどのようなポイントがよろしいですかこれね、難しいのは難しいんですけど、網だから出ないわけじゃなくて、実際今各社さん、やっぱりこの秋にめがけて結構大きいプラグ開発してて、投げてるんですよね。 全然夜、まあ、あの、夕うまずめのバチがバーンって出て、バチボイルしてる最中投げても、出るかって言ったら結構厳しいけど、その時間だけバチ食ってるだけで、日中とかはまた別のバチいないわけですから、なんか食えんのいないかなって探してる鈴木が普通に食ってきますね。だから答えは難しくないです。で、どのようなポイントがいいかというと、普通に、 今までと、今まで釣ったことあるポイントが一番釣れるはずです、春はこういうとこ、秋はこういうとこって、まあ厳密に言えば地域でちょっと差はあるかもしれないけど、しっかり深い、深いレンジがあって、ストックされてるとこで使えば結構引っ張り出せるんじゃないかなって気がしますね。